ちゃうわ、ほら、海だよ誰の歌そんな歌あったっけなんかあったよね、演歌歌手海だよ海だよ、ね、難しいだろ、あ、書いてあるやりたい、守ってみよう、気をつけて、あ、ここか、ああ、開いてた、結構来てるね、皆さん、よかった、確かね、渡るとなんか証明書くれるんじゃなかったかな、あ、そうなんだ、証明書好きで今回の旅は証明書集めたね、キューちゃんも何時に分かった、分かった、キューちゃん、ほら抱きしめてあげるから、抱きしめてあげるから、はい、これ、はい、ケイちゃん、こっちだよ、待てよ、ケイちゃん、ケイちゃん、こうやってね、おやつで釣らないと写真撮らしてくださいね、はい、いかに、これはおやつで釣られた、いや、この方が早いんだよわ、これは疲れるよっな、だからめちゃくちゃ反応してたな、さっきあのゴールデンと、多分その匂いがついてるのかもしれないね、すごい勢いで、到着、こんにちは、よく出てください、暑いね、
ワンちゃんも歩いてきたね。また証明書いただきました、ね、いいじゃん。シリンカ島渡りましたよと、君たち渡りました、証明だ。むしろ上の向かってるやん。そんなに見た感じ距離があるように見えないんだけど、足がね、砂浜でね、結構重くって足取られるんだよね。ちょっと辛いっすね。さあ、どうか休憩から。休憩しながらだ。おお、頑張るか。頑張るか。休憩しながらだね。頑張って頑張ってね。ゆうちゃんすごいな、もう慣れたね。ほらゆうちゃん気持ちよさそう。結構つらいよこれ。普段使わない筋肉を使ってるよ。そうだ、足のこの辺。ああ、これはあれですよ、昼飯がクソうまいっすよ。こんだけ運動したらバンバン食えますよこれ。運動 した意味ないぐらい食っちゃうか。昼ご飯、昼ご飯。あら、大きいね。もう足がいて。ゆうちゃん、ほら、おい、九太郎くんダウンです。うん、疲れちゃったね。僕は宮崎カフェオレ飲んでます。私は優雅なんです。チリリンロードを渡ってチリリン島に行ったんだよね、うん、すごいね、砂浜で ね足を取られて、もう本当にね疲れました。足がねすごく痛い。距離はね島が見えて楽勝じゃんと思ったんだけどね、砂浜がやっぱ足を取られてなんかなか進まないね。そう、2倍ぐらい疲れましたね、往復で。ほら疲れちゃったね。疲れちゃってもうみんな寝ちゃって、ね、すごくお腹が空きました。今歩いた分食べちゃおうかなって思ってます。はい、出発。ごめんね、にぶちゃん寝てるとこ。すいません、これシフトダウンしないとね。おお、ごめんね、今ごめんね、すっげえ嫌な顔された。ごめんね、寝てるとこすいません。じゃあ行きますよ。はい、みんなチリリロード渡ってご苦労様です。ご苦労様です。もう南国ですね、これ。本当南国じゃないですか。見てほら、南国。すごい。はい。照明。チリンカ島を。こっちか。渡ったぞっていう。あ、そうね。徒党証明書でいいのかな。徒党なのかな。うん、渡り島だな。神秘に満ちた島は絆の島と呼ばれているらしいですよ。島に渡った瞬間もう息が切れてて神秘も何も感じなかったわ。ゴミも全然落ちてないし。あ、まあそうだね、手つかずというかね、自然の感じだったよね、おじさんがね。
パラソルの下にね、テーブル出して証明書をくれるんだよね。まあ、100円でね、発行されて、面白いよね。面白い。静かにしてるって言ってたかな。うん。でもなかなかあんなの体験できないから、時間でさ、またあれなくなっちゃうからさ、うん、より貴重じゃん。でもあれ結構ほんとね、舐めてかかると行きと帰りで時間かかるから、目前というか30分前でも厳しいよね。そうだ、厳しい、厳しいよね。余裕持って1時間前に着いてないと帰りかなり焦って帰ってくることになるよね。焦っても足が多分ね砂に取られてダメだと思う。面白い体験でした。よかった、来てよかった。結構ね一番ぐらいの楽しみだったんだよね。そうだね、うわ、なんかちょっと混んでそうだな。そうだな。うわ、入れないんだ。入れないんだ。え、入れない。うん、待ってるもん。あれ。はい。はい、到着。じゃあちょっと見ていきましょう。ケイハン、フリーズドライ、いいね、はい、いいね。そう、これ食べられないと思うんで、はい、はい、ケイハン50円、はい、次ラーメン、ラーメン、いいね。続きまして、ラーメン、ラーメン、黒さつま鶏、続きまして、かつお節、いいですね、卵かけご飯に合う。続きまして、またまた、かつお節、だしまみれ、はい、マルボーです。これ人気ナンバーワンです。はい、マルボーの、はい、コロッケすごいね。そうなんだよ、コロッケさ、美味しそうなんだけどさ、うん、5個も入ってんだよね。あ、買っちゃうか。これなんか有名らしい、70年愛されてるらしい。しかもこれ熱々なんだよ。うん、いや、かっこいい。買います。それ何？カルカン、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 はい、猫の草みたいな感じ。どうぞ。あら、こちら安いですよ。これは10枚で、600円、こちら200円です。安っ。一本釣りの金塊がそうですから超お買い得ですね。え、買おうかな。どうぞ、試食してみたい。あら、試食してみる。あ、いいですか。美味しい。甘みがありますでしょう、うん、めっちゃ美味しい。はい、買います。これにお醤油少し落として、うん、温かいご飯食べても美味しい。ああ、それうまいだろうな。はい、ありがとうございます。マグロ漬けいただきます。もうね、すごいね、自信満々でね、今ね、開けてやったぞぐらいな。だし祭り、ボーロ祭り、あとコロッケ祭りでもあるな。お腹好き好きだから、はい、これが山川コロッケ。なんかここら辺で70年愛されてるコロッケだそうです。というわけで早速もう買ってすぐ来る。僕は外から今日は外から食べます。美味しそう。じゃあ食べてみます。うまい、これ。ほんと、これうまい。あ、うまいの。なんかね、胡椒が効いてるんですよ。何が特徴なの？豚の皮と何かをじゃがいもに混ぜて、うんうん、すごいねっとりしてるの。で、そこに黒胡椒をまぶしてる、うん、あ、それは美味しいよね。で、食べた瞬間、胡椒の風味がすごい。じゃあどうぞ食べてください。あ、今、そっちから食べる。あ、そう。取られた。これ、漬けマグロ。うん、美味しい。美味しい。きます。美味しい。うん。あ、ご飯。ご飯だね、これ。ご飯ください。これコロッケも漬けマグロも両方ご飯だな、これ。ご飯。これ美味しいな。うん。激安って書いてあるよ、これ。317円だよ。うん。すげえ安いよね。ご飯炊いて、これ乗っけて。ね、317円。マジか。こっちネギあるとこ食べていい？ちょっと落としてくださいよ。あ、取れた、取れた。分裂した。私はコロッケいきます。うまくない？うん、ね、これ美味しい。うん、芋が甘い、うん、あ、そうそう、甘いって書いてあった、うん、すごい甘いって書いてあった。美味しい。うん、胡椒効いてる、うん、これすごい美味い。
え、うまっ。いや、これ、ほんとうまい、これ。うまい。これも、ちょっとご飯ください。ねえ。うまいね。これ、おいしいな。うん。初めて食べた、これ。うん。これ、ちょっと、大量に買いたいな。あまりないコロッケだね。あまりないコロッケだよ。なにこのお昼ご飯、最高じゃん。うわ、でっか。いいよ、でかいのいっちゃいなよ。え、あ、違うわ、これ2つだった。うまいな。うん。これ、こんな安くていいのこれ。とにかく漬けがうまい。すげえうまいな、これ。これ買ってって夕飯に漬け丼したい。そうだね。いや、でもこれ最高かよ。これうまいわ。やば、なにこれ。こんなん食べてんの？こんなんとこんなん。うまっ。これ食べていい？いいよ。ていうかさ、コロッケさ、食べらんないよねっつってさ、うん、ないじゃん、もう。俺はこのコロッケがものすごい気に入った。いや、おいしいね。うん。すごくおいしい。うん、これやばいな。なんなんこのレベル。すげえうまい。ちょっとやばいこれ。うまっ。このコロッケうまい。うまいよね、そのコロッケ。うまい。本当に美味しい、そのコロッケ。でもここまで来ないと食べらんない。ねえ。でもこの芋がまた違うよね。そう、芋が違う。あの、かなり練って、ね、ねっとりしてるんだけど、なんすかね、胡椒の感じもあるから、食欲そそるんだよ、すごい。うまい。うまいっす。いやー、ちょっとレベルが高い。港のね。まあ、そっか、まあ、目の前に港だもんね。港がね、目の前だから、か新鮮なんだよ。そうだな、確かにそうだよな。これ、こんなにうまいと思わなかったぞ、コロッケ。いやー、美味しかったわ。いや、買うのやめようかなと思ったんだよ。うん、だって、コロッケ大体想像できるじゃん、味。そうだよね。これ、全然違うわ、これ。とはいえだもんね、コロッケってね。そうそうそう。とはいえって感じだ、むしろ、漬け丼の方が美味しいだろうなと思ったけど、うん、漬け丼十分うまかったけど、コロッケの方が気に入ったわ。結構特徴あるよ、このコロッケ。うん、いやー、美味しかった。こんなコロッケ食べたことないかもしれん。ビビった。最高。ごちそうさまでした。ささやくな。じゃあ、道の駅、伊予街道。道の駅、山川湖、伊予街道。だそうです。はい。お、出発します。はい。いやー、なんかね、山川コロッケ、マジでうまかった。うん、すげえうまかったよ。いやー、ほんとここはめちゃくちゃうまかった。じゃがいももちょっと独特だよね。ホクホクじゃないんだよね。そうそう、なんかねっとりしてる、ね、っとりしてる、うん、そう書いてある。そうねっとり甘くて、うん、ほんでもって胡椒が最後にピッとくて。そうなんだよ。あれはね、うまいっす。でかいよね。なんかずーっと見るよね。そうそう、ずーっとあるんだけど何の山かわかんない。なんか一瞬富士山かと思った。そうそう、それぐらいでかいよね。あ、名前書いてある。本当だ。何あれ、なんて書いてある。あ、あ、これがそうなんだ。開門、開門だけ。あ、これのことだったんだ。しかも私ね、読み間違ってモンモンだけだと思ったよね。聞く聞くって書くのかと思って、よく見たら開くだったんだよね。そう、開いて聞くって。開いて聞く。耳をかっぽじって聞きなってことだよ。モンモンだけじゃなかった。なんかちょっといいな。すっごくないここ。海と畑と山と。なんかこれ真夏とか来たらさ、なんかノスタルジックな気がする。いや、もう今すでにノスタルジック。